皆さんこんにちは。2022年宅建士合格ガイダンス隙間時間で宅建合格ウェブコース講座紹介を始めてまいります。担当はレック専任講師の有山です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今回の、内容ですけれども、はい、こちらのですね、隙間時間で宅建合格ウェブコースについて、主に3つのポイントを絞って15分程度ですかね、でお話をしていきたいと思います。内容としましては、まず宅建士試験についてと試験突破の攻略法で、最後に、今回ご紹介いたします隙間宅建の、細かな内容ですねをお話ししてまいります。でまず、宅建士試験についてお話をさせていただければと思いますが、そもそもですね、資格試験は宅建に限らずですけれども、よし勉強始めるぞって言ってすぐにですね、例えば問題集を解いてみたりですとか、テキストを読んでみたりっていうふうにしても、どこの部分に全力を尽くして、どこの部分は軽くやっていけばいいのかっていうのがわからないと意味がないと。でそもそもの話、そういったふうに勉強を始めようっていう時には、まずですね、その資格試験がどういう特徴のある試験なのか、例えばですけどどういう形で出題されるのか、じゃあ試験時間は何時間あるのか、いつその試験日があるのかっていうのをね、しっかりと確認した上で、戦略を練ってね、勉強って始めていただきたいなというふうに考えておりまして、その上でね、今回は宅建士合格ガイダンスですから、その宅建士試験についてまずは分析していく必要があるだろうということで、まずは出題形式についてですが、四肢択一式、四肢択一っていうふうにね、言う方もいらっしゃいますけれども、4つの選択肢から正しいもの、または誤っているもの一つを選ぶマークシート方式です。もちろんね、正しいもの、誤っているもの以外の、ちょっとレアなね、聞き方もあるんですけれども、基本的には、こういった聞き方をされると。で問題数が50問ございます。全50問で1問1点です。そして受験時間は2時間となります。そして受験資格についてですが、国籍、年齢、学歴、性別等に関わらず誰でも受験することができます。どなたでも受験できますね。各都道府県に受験申し込みをするので、お住まいの住所地で受験することになります。ですから、ちょっと遠方まで行かないといけないというのは、ないよということですね。続きまして、受験者数と合格率についてですが、ここがね、とにかく重要なんですね。まずポイントとしまして、10年前と比較して申し込み者数、受験者数、合格者数は増加の傾向にあります。で肝心の合格率なんですけれども、だいたいですね、15% から 17% 程度を推移しております。ちょっとね、今お見せしている、表が文字が小さいっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、実はコロナ禍で、ちょっと会場でね、密になってしまうと問題があるということで、年に2回の、試験になっていたりするところもあるんですね。2020年が10月と12月で、昨年の2021年も10月12月なんですけれども、どうしてじゃあ2021年の分が今ここね、ハテナになってしまっているのかというと、今現在私がね、こうしてお話ししているタイミングで、この12月の合格発表をね、まだ迎えていないんですね。ですからちょっとここがね、まだ隠れてしまっているんですけれども、おそらく2021年も同じくらいの割合になるだろうと、考えております。そして、昔はですね、7割35点を目標と言っていたんですが、今はですね、40点を目標にしていただきたいと。で、これ理由としましては、表の一番右側に合格点が、載っているんですけれども、見ていただくと2020年の10月の合格点がちょっとね、小さいんですが38点と。ですから38問、正解していないと合格できなかったよと。でさらに2018年も合格点が37点ですから、35点を目指して学習をしていた方は、正直その2018年2020年は1、2点足りずに悔しい思いをするっていうね、方がいたんじゃないかなというところで、もう今はですね、もう40点目指してですね、とにかく進んでいただく必要があるということなんですね。
では、これがね、およそ数字で見る、宅建士試験についてですが、ここからは、試験範囲と出題科目についてご紹介をしてまいります。まずね、やっぱり敵を知るという点では、宅建士試験のね、試験範囲とあと各科目の特徴をまず確認していただく必要があります。で、まず出題されるのが権利関係です。こちらはね、問いの1から問いの14で例年出題されているんですけれども、権利関係というふうにまとまっている中に民法、借地借家法、区分所有法、不動産登記法と、目標は7点から8点取りたいですね。で、やっぱりね、問題で何を聞かれているのか、何を探さなければならないのかっていうのをしっかり読み取ることが大切になりますので、まあ、問題の読み取りが重要となります。そして宅建業法、こちらは全20問です。まあ、20問なんですけれども、実は宅建業法の中に、まあ、業法と、貸し担保履行法という法律が1問出てきまして、まあ、厳密に言うと例年宅建業法で19問、住宅貸し担保履行法で1問の全20問になっております。で、こちらの宅建業法なんですが、やっぱり宅地建物取引士資格試験ですから、宅建業法はね、超重要なんですね。目標としましては18から20点と、ね、勉強ではなく、まあ、これね、仕事のルールとして覚えていただきたいということなのですが、ここ、まあ、一つ私個人の意見を追加するのであれば、ここはね、18点を目標にしてはいけないと思うんですね。何かというと、もう満点取るぞくらいの気持ちで、特に業法はしっかりやっていただきたくって、でこちらの業法に関しては若干ね、暗記科目の要素もありますので、まあ、効率よくこのルールは何について決めてるんだろうか、どんなトラブルが起こらないようにしてるんだろうかっていうのを、まあ、しっかり理解した上で、重要な言葉ですとか数字をしっかり覚えていけば20点満点目指せますから、目標は20点です。で、ちょっとしたケアレスミスなんかがあったりして、まあ、結果として18点19点を取るというような、まあ、目標ですね。そして法令上の制限等と、まあ、こちら等ということで、この中にですね、まあ、例えば都市計画法、建築基準法、これ法令上の制限というふうに言っておりますが、その他税金に関してや不動産の価格に関する、まあ、いくつかのルールから出題があります。で、それらをすべて合わせて、まあ、全部で11問出題されます。で、こちらの11問の中で、では何点取ればいいのかというと、目標は9点です。こちらに関しては用語の意味や手続きの流れを、まあ、きちっと暗記することが重要になります。まあ、とはいえ、業法法令上の制限と続いてね、暗記ですというふうに言っているんですけれども、まあ、なかなかね、お手持ちのテキストなんかあればちらっと見ていただければと思いますが、お一人で覚えるっていうのがね、ここは結構厳しいところなんですよね。そして最後に、免除科目がございます。免除科目は宅建業、まあ、宅建業者の方、宅建業に従事している方で、ある特定の、ね、講習を受講して修了していただくことによって、問いの46から問いの50までをすでに得点した状態で試験スタートできるというものですが、こちらの5問に関しては、不当景品類および不当表示防止法や土地や建物に関する、まあ、一般知識が出題されます。で、こちらの目標としましては4点ですね。まあ、他の範囲で、他の科目である程度得点取れてた場合は3点でもいけるかなというところです。で、もし免除ね、受けられる方はもう事前のね、講習受講をお勧めしておりますので、5点持ってるだけでね、若干合格率も変わってきますから、ぜひね、資格がある方は受けていただきたいと思います。ではここまでで、まあ、宅建士試験を知ろうということで、まあ、敵を知るということですね。どういったものを攻略していけばいいのかというのが分かったと思います。続きまして、具体的な試験突破の攻略法についてご紹介をしてまいります。まずですね、勉強法の選択が鍵となります。もちろん独学の方はですね、もうご自身でやるしかないわけですから、ちょっと独学は今回除いて、ご案内してまいりますが、まず勉強時間をどの程度確保できるかというので判断をしていただきたいと。頻度として、例えば定期的に行えますと。で、さらに量として、まあ、まとまってやりたいという方は、コースを選択する際のポイント、まあ、決め手としては網羅性を、まあ、意識していただきたいと。
でさらに頻度がまあ不定期、例えばまあ時間が空いた時にしかちょっとできないと。で量としても細切れで、まあ、ですから通勤の時間中とかね、あのお子さんが小さくって家事の合間じゃないとできないんですとかいう方もいらっしゃると思うので、まあ、ちょこちょこやっていくという方は、まあ、コースを選ぶ際には手軽さが重要となります。まあ、例えばあのスマホで対応していてスマホだけで、ね、学習ができるなんかの点がポイントになりますね。では続きまして、回答力を鍛える3つのステップについてご紹介してまいります。こちらに関しては独学の方もね、あの参考になるかなと思いますので、ぜひチェックしていただければと思いますが、まずその1、一つ一つの選択肢に理由付けをして正誤を判断すること。その2、解説を読んで正解すべき問題かどうかを確認すること。あの例年ね、難問奇問と言われるものもちょこちょこ出題されますので、まあ、それに関しては正直正解する必要がないとは言わないですけど、正解できるだけの知識を入れなくてもいいものがあるわけですね。そしてその3、間違えた問題は素直に、事実を受け入れて復習をすることと。まあ、ですからあのしっかり解説の内容をチェックしていただいて、もう言われたことをきちっとね受け止めて、再度、もう一度インプットから戻るっていうことが重要となります。では最後に隙間宅建の講座紹介をさせていただきます。隙間宅建のポイントとしましては、1回30分の隙間学習ができるということです。まあ、どういうことかと言いますと、例えばね、あの忙しくてまとまった勉強時間が取れないよという方に対しては、すみません、これ私なんですけれども、講義は1回30分だから、隙間時間にまあ学習ができるということで、こちらの隙間宅建をおすすめしております。例えばですが、その隙間時間にね、あの対応した講義1回あたり30分ですので、まあ、見ていただきますと、これはね結構頑張っている方だと思うんですが、まあ、夜寝る前にね、あの1本見ますと。で、睡眠とって朝ちょっと隙間時間があるのでそこでまたというふうに、まあ、ちょこちょこ、皆さんのね1日のスケジュール考えていただいても、おそらくですが、私なんかよくやっちゃうんですけど、15分20分空いてますよね。空いてる時にうっかりあのスマートフォンをね開いてしまって、ちょっとした面白い記事を読んでしまったりとか、 SNS アクセスして気づいたら時間が経ってたっていうのも結構あると思うんですよ。で皆さんもこういうふうにね、この隙間時間っていうのは絶対あるはずなので、ここの部分をまあぜひ有効活用していこうということで、このね空いてる隙間をこのような形で、あのちょこちょこちょことですね、インプットをアウトプット、それぞれあの動画が30分ずつございますから、まあ、YouTube を見るような、ね、感覚で受講していただくことが可能なんだと。もちろんね、あの今ここにお見せしている1日のスケジュールの中の隙間時間を全て宅建に当てるっていうのは、おそらくもう疲れちゃって続かないと思うので、そこまでやってくれとは言わないんですけれども、あの基本的にですね、まあそうですね、空いてる時間見つけたらすぐに、隙間宅建の、動画を見るですとか、ちょっと問題を解くっていう風にできると、まあ素晴らしいかなというところでございます。でさらに今回の隙間宅建、品質知識が満載の講義録というのをご用意しておりまして、まあ、基本的にねスマホだけで、まあ、完結するんですけれども、やっぱりね、あの分厚いテキスト読む時間がないよっていう方が多いので、まあ、そういった方のために必要な知識を抜粋した講義録が、まあ、付属でねご用意がありますので、一応お見せしておくとこんな感じのものなんですね。まあ、こういったものを使っていただきまして、まあ、勉強を進めることができます。ただあのスマホだけでもねもちろん完結しますので、ご自身でちょっと確認したいときにこちらの講義録ぜひね使っていただきたいと思います。で講義録のねポイントとしましては、品質の知識がコンパクトにまとまっているので、まあ、見やすくて覚えやすいです。で PDF ですから持ち運びもしやすいですし、まあ、検索もできますので、まあ、辞書のようにね使うことも可能です。まあ、あとはそうですね、こちら、まあ、例えばですけどご自宅でちょっと印刷をしていただいたりなんかして、あの試験当日にねちょっとしたレジュメとしてお持ちいただくっていうのも、まあ、いいかもしれないですね。あの分厚いテキストなんかねご用意して当日に持って行っても、どこの部分チェックすればいいのかわからないっていうふうに、ね、なってしまうこともあると思いますので、まあ、ぜひねそういった場合はこちらの講義録使っていただきたいなと思います。そしてアウトプット対策も安心と。インプットは十分でもアウトプットちょっと不安だなっていう方、模擬試験4回分と1問1答のアプリ
がセットになっております。まあ、具体的にちょっとご紹介しますと、まず理解インプットに関しては、隙間時間で宅建合格講座と、でこちらにも問題解説ついているんですね。でそれと合わせて模擬試験が全4回分、セットになっております。でさらに丸2のところで、まあ、丸×の、ね、一問一答のこれね冊子なんですけどアプリもついておりまして、まあ、こちらのアプリに使っていただくと、まあ、こちらねしっかりと問題演習も行うことができると。でさらにこのような、まあ、これウォーク問過去問題集というふうに言うんですけど、権利関係宅建業法を最後に法令上の制限と、これ、ね、結構ねボリュームがあるんですね。全3冊なんですけれども、レッカからねこちらのウォーク問過去問題集っていうのは毎年ね出版しているものになるんですけど、こちらもまあ、ご希望があればご購入いただきまして、正直隙間宅建にアウトプットの、まあ、解説講義録もついておりますし、それに対応した問題もきちっと、ね、講義録の形でお届けするんですけれども、正直それだけだと問題演習のボリューム足りてるのかって言うと若干足りないんです。でそれと合わせて、じゃあ先ほどお見せしたようなこちらのね、一問一答があるじゃないと、一問一答もあるんですけれども、あくまで一問一答は隙間時間に有効活用しましょうねっていう趣旨のものなので、若干そのちょっと学習量が足りなくなるので、よろしければこれぜひねご自身でご購入いただきまして、これセットには入ってないんですけれども、これも合わせてこれをとにかくフル活用していただいて問題演習を進めていっていただくと、まあ、よりね安心できるかなというところではございます。はい、ではこれはね軽く講座のセットではないのでご紹介まで、お見せいたしました。では最後にウェブの配信日程と受講料についてご案内をさせていただきます。配信日程ね、今お見せしている通りの、まあ、予定ではあるんですけれども、権利関係から順次スタートいたしまして、まあ、4月の、ね下旬頃には、全て、ご視聴いただけるような形になってまいります。ですから全部一気に見るっていうのはね基本的にはないので、権利関係から徐々に進めていただきまして、まあ、春先にかけて、どん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 内容が増えていくというような形ですね。で別途模擬試験もね全4回ございますので、これも、日程をご調整の上ご受験いただくという形になります。そして受講料につきましては、39,800円となります。まあ、別途でね先ほどお見せいたしましたウォーク問過去問題集ございまして、そこまでの、まあ、高い教材ではないので、よろしければねぜひねお求めいただきたいというふうに思っております。はい、では以上でね、15分から20分程度ですかね、宅建士合格ガイダンス隙間時間で宅建合格ウェブコース講座紹介をさせていただきました。ご視聴いただきましてありがとうございました。